とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は実績を解除していきましょう。今日狙う実績なんですけども、ここですね。サボテン渓谷。ここを5分以内でクリアするっていうやつですね。ここ結構、難しいんだよね。強制戦闘があったりするので、まあ、5分以内。ちょっと難しいかもしんないけども、挑戦してみましょう。それでは、スタートですね。まあ、基本、敵は無視していく感じで、行きましょうか。でも、ところどころ敵がね、ものすげえ多いところとかあるんで、どうだろうね。まあ、雷の矢筒あれば、いけるか。あぶねえ、この途中途中に出るこのクリーパーが鬱陶しい。いや、いけるか。でも5分以内だからね。で、強制戦闘があるもんね。おいおいおい、ちょっと待って。まあまあ、まだ1分経ってないね。多いってここ。まあまあ、多いのは知ってたけどさ、大回りしていった方が良かったか。これポーションバリアついてなかった、忘れてた。でもこれがね、やっぱ速いのよね。ダッシュ力があるので、ものすごく速く進むことができるんで、高速クリアはこれでしょう。うん。で、敵も倒しながらね、行かないとちょっと無理だと思うんで、これでなんとか。ちょっと待って、やっぱり HP 減るな。結構減るな。 OK、 いける。今1分ぐらいか、いや、もうちょっと経ったか。まあ、とにかく急げ。あれ、やば、ここやってなかった。今1分半ぐらい経過しましたね。まだいける、まだいける。5分だからね。5分はまだ長いよ。キャプテンを倒していかなければ難易度も上がらないので、多分ある程度はいけるはず。これ、矢筒がなくなった途端にあまり倒せなくなる。間違ってない。いやー、危ねー。いや、よかった。デスバーター、これあるね。デスバーターあるなら、ちょっとはマシか。来た、強制戦闘。待てい、速攻倒す。よし、オッケー。どんどんいくぞ。あー、固まるな。よし、ちょっと待ってよ、これ結構 HP つらいぞ。エクシナジー持ちのやつがよかったか、防具は。いや、でもね、スピード重視にするならこっちなのよね。危ない危ない危ない。いっけ、開けろ。あれ、ちょっと待って、敵がいっぱいで開かなかった。今3分ちょいだな。で、最後に強制戦闘がある。来た、 OK。 ここを1分以内ぐらいでクリアすれば多分いける。いや、これ実際さ、難易度を下げれば余裕なのよね、おそらく。アポカリプスのプラス1とかそこら辺でいけば全然余裕でいけそうではあるんだな。でもそれじゃあ面白くないので、プラス25ですよ。どうだ、いけたろ。多分いけてるはず。4分ぐらいでいけた。
よし、オッケー。せっかちなヒーローゲットです。自分の目で確かめるしかない。はい、ということで戻ってきました。今日はせっかちなヒーローをゲットしました。でもまだね、あと20個近く、実績解除してません。結構めんどくさいやつも残ってるので、まあそれもぼちぼちとやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。